久保さん。今回ね、信用金庫が潰れない理由にしましょうか。信用金庫倒産。倒産あるかなうん。まあ、破綻したやつもあるか。あるっちゃあるですね。あ豊川信用、昭和48年。あ、デマか。うん。まあ、あのね、僕はあの、 会社作る時に銀行、作ったんですけどあの、青空銀行っていうね、GMO の銀行も、ネット銀行も作れたんですけど、まあ、基本的に、まあ、会社の銀行って作りづらいんですよ。まあ、久保さんはかなり昔からあるんで、あれだと思うんですけど、あの、めちゃめちゃ審査とかあるんですよね。で、まあ、信用金庫、もう、秒で取れたんですけど、で、今日、あの、行ってきたんですよ、今さっき。で、行ってきて、 あのねすごいですねもう全く人いないですね <laughs> だ人いないからなんかそのおばあちゃんがねこのカウンター越しにねこうやってなんか物を書いてたんですよでその丁寧にねあの1人に対しての時間ですよなんか大手のねあの都心銀行ななんかなんかかみんな待っててなんかパッてじゃなくてもう1人にあ「おばあちゃん大丈夫?」みたいな <laughs>。 だからまあおばあちゃんはまあずっと行くでしょうねうん。だからその田舎っていいなって僕は思いましたね。やっぱその殺伐としてない、えー、すげえしかもあのすす空いてるし一応ねあの毎回行くと思うんですけど一応その整理番号みたいなの取れる機会があるんですけど毎回ゼロ番なんですよね。<laughs> 毎回ゼロ番。これこの発見器意味あんのかなみたいな、ね 毎回ゼロ番みたいな <laughs> 多分ね待,ち待った経験あんまないですねうんだから少ないからまあね手厚くできるだろうしだから僕もずっとね久保さんもそうですし僕もそうなんですけどずっと商品売れる理由ってあの再生数が少ないからこそ結構ね強みなんですよ一人一人濃くできるんで。 久保さんも動画撮れるけども、1万個のワンツー動画はね、1日撮れないですよ、さすがに。ね、久保さんがね、チャンネル登録1000万人いてね、1万人からメールが来ます。1000万人中1万だからありえますよね。なんかメッセージ来ます。じゃあ、一人一人ワンツー動画1万個1日撮れるか、無理ですね。あの、家庭崩壊しますね、多分ね、久保さんね。家庭崩壊ですね。 親父ずっとワンツー動画撮ってるよみたいなね <laughs> <laughs> そう。僕もね、僕のやりとりは僕一人だからいいんですよ。僕とこのやりとり、リレーがね、100人いたら久保さんもね、多分無理だと思いますよ。僕も久保さん一人だからこのリレーできるんですよで。久保さんとリレーしても全然余裕なんですよね。でもこれが久保さん、久保哲郎がね、1000人いたらね、さすがに無理ですね、この感覚でできるのは。 できないことはないけど自分の自由時間全くないですねずっと張り付いてずっと動画撮り続けないとダメなんでねだから人でよかったですね久保さん久保さん一人でよかったうんいや一人でよかったですねうんそうだからまあ少ないは少ないのメリットがあるし多いは多いのメリットがあって じゃあそのメリットをどう生かすか殺すかもあなた次第なんですよね。な、うん、僕はまあイメージしてるのはイオンモールを作ろうぜではなくねあの潰れないその久保さんが言うように潰れないような40年50年商いができる小さい、えー、商店でいいんですよ。うん、でなんでそれでいいかっていうと別に有名になりたいわけでもなくうなんだ 目立ちたいわけでもなく、自分が自由に生きていける分の金稼げればいいぐらいなんで、だからね、ここが本当に楽です。会社の規模をめちゃめちゃ大きくする必要もないし、従業員の給料を上げる下げるっていう論争もないし、やっぱね、一人がね、僕は合ってますね。久保さんも一人が合ってると思いますけど、一人がね、やっぱね、僕は最強です。まあ、それは人それぞれ違うと思いますよ。 従業員を回した方が得意な人もいるかもしれないですけど僕は自分の時間自由っていうところを考えた場合うーんやっぱ人がいるとやっぱその人に気を使わないといけないので時間が割かれる部分あるんでうん自由なライフスタイルを構築する上でやっぱ一人でこじんまりやっていくっていうのがいいんじゃないかなと思いますね。で最近ねチャンネル登録もねなんかね本当にちょっとですけど なんか増えてるんですよね。なんかちょっとずつなんですけど。別にチャンネル登録してねって一個も言ってないんですけど、なんかね、ちょいちょい増えてますね。<laughs> 何なんでしょうね。<laughs> ほんと、亀の、亀の足です。亀の、あの、増加数なんですけど、まあ、着実に増えてますね。<laughs> うん。まあ、2月になったら多分、あの、一気に動画公開するんで、チャンネル減ると思いますけど。 まあ他のユーチューバーと真逆ですよね。チャンネル登録してねって一回も言って、僕一回も言った気がしないですね。うん。でも勝手に増えてますね。うん、このビビたるチャンネルの登録増加でいいなって思いますね。一ヶ月に一人でいいんじゃないかなって。まあ、い,いなくてもいいんですけど、ね。別にそのチャンネル登録あっても別に僕に影響ないので、大した。メルマガには登録しろ言いますけどね。メルマガで商品売ってるから。 うんはいということでいってらっしゃい。